ゾルディン条約は、1309年9月13日、ゾルディンにて、ブランデンブルクシュテンダル編強迫、バルデーマルと、ドイツ騎士団の間で締結された条約。1308年、ドイツ騎士団は、ダンツヒ近くの要塞に中留軍を1年間置く、許可の代わりに、ポーランド軍によるダンツヒの脱会の援助を約束した。しかし、ダンツヒ包囲の最中、 協定における要塞の大きさをめぐって、ドイツ騎士団とポーランドの間で争いが起こり、ポーランド軍は攻撃されて短期間囚われた後、包囲から撤退した。結局、団地比包囲戦はドイツ騎士団の勝利に終わったが、騎士団は団地ヒの住民を残殺した後、団地ヒをそのまま占拠した。しかし、ドイツ騎士団には、団地ヒを占拠する法的根拠がなかった。 そのため、騎士団はダンツヒお及びポメレリアの大半の領有権をブランデンブルクから1万銀マルクで買い上げた。ただし、ブランデンブルクによるダンツヒ近辺への請求自体の法的根拠は疑わしいものだった。新生ローマ皇帝の候補ハインリヒ7世は1311年にゾルディン条約を確認したが、ポーランドはたびたび疑問を停止、 ポーランドドイツ騎士団戦争を引き起こす結果となった。ポーランド王は1343年の仮主条約でようやくこの領土変更を承認した。条約により、ドイツ騎士団は、団地費を通して、バルト海への出口があるビスワ川下流を支配し、さらに神聖ローマ帝国への道をも得た。条約が締結された同年に、ドイツ騎士団の総部がウィーンからマリエンブルクへ移された。 ありがとうございます。